ンの大半はあの子らのように純粋な気持ちで応援してくれる。それに真摯に答えるのがわらわの使命じゃ。お前いいやつだな。急にどうしたのじゃ。今頃わらわの魅力に気づいたのか。魅力に、誰かに何か言われた。何か追っかけてるかすみ、すごい輝いてるんだよ。それがかすみの目指してるキラキラかどうかは分かんないけど、羨ましかった。私ずっと立ち止まってたから。かすみが引っ張り上げてくれたんだよ。アリサとリミリンとオタエとバンドやろうって。来てくれてありがとう。こんな風じゃない時に仲良くなりたかったね。黒目、これはあの日に置いてきた後悔との決着。やっと前に進めるんだ。やろう、お姉ちゃん。一年のほとんどは旅行カバンを手に、あらゆる交通手段で移動します。与えられた役目だからです。最初は任務だと思っておりました。ですが、いろいろなお客様のもとでその思いを紡ぐ。そして、あ、またこれか。どこか痛いの？いや、頭を強くぶつけたようだけど大丈夫。でもエレンが兄にさらわれた時、私はすぐに追いかけ、リヴァイ兵長と戦って、やっと。彼女は人々に見捨てられても蔑まれても、そのあり方を変えなかった。今もそう。本当はすごい寂しがり屋で、かまってちゃんなのにね。なぜ？あなたが彼女を求めたからよ。あの変国の底で、あなたにとっては苦し紛れの契約だっただろうけど。そんなのどうでもいい。幻だろうが何だろうが、ゼーラはゼーラなんです。私はエイビス、私はゼーラと別れたくありません。嫌です。消えたらまた作る。私の幻の力でまた呼び出す。そしたらずっと一緒に。驚くほど冷静でした。男はあっけなく死にました。彼女はその様に震えていましたが、逆に私の頭はクリアでした。結局その件は正当防衛として片がつきましたが、私と彼女が会うことは二度とありませんでした。洗いざらしの髪、すっぴん、手入れのしてない眉。これはあかん。これはまずいんじゃないか。返事しよう。いつも明るく朗らかなリリーさんだって悩んでることがあるんだ。それなのに私みたいなやつに気を使って、ギルドのみんなも。先輩、これ書き写すの超辛いですよ。あ、っていうかこの間遊んでた人って葉山先輩の彼女とかですか？どうなんでしょうね。なんかいいなと思ったらとりあえず手をだ繋いでみたいなとかは思いますけど。いきなり言われても無理ですよ。っていうかなっても結局できないと思うんですよね。あんまり自信ないっていうか、それに部活もあるし。ああ、うん、あの時ね。あの時協力したふりして後で裏切るつもりだったけど、それがどうかしたの？ひょっとしてあの停戦勧告はチームを作るための方便とかじゃなくて本気だったんだろうか。いや、そんなわけがない。そんなこと本気で考えてるやつがいるわけないもんね。わかってるんです。私の料理を美味しいと言ってくれたのはアラムさんとユーリさんだけですから。そんなことありません。そんなことないんです。だってユーリさんが倒した竜は国家してしまっていたんですから。その竜はかつて砂漠の守護者と呼ばれていましたけれど。何よ、なんとかしなくちゃいけないんだからしょうがないじゃない。
私だって好きなことだけやってそれだけでなんとかなるんだったらそうしたいわよ。自分が不器用なのは分かってる。でも今さらアイドルを始めようなんて私が言えると思う？なんかめんどくさい。これはこれは、しきたりや決まり事、誰かや何かに合わせなきゃいけないってよくわからない。合わせたくってもうまくいかない。狭い世界での関係性しか私にはわからない。引け目が気づいた心の壁が大切な人たちを遠ざけている。いつかきっと親友までも。どうしてなの？ねえ、わかんないよ。どうしてそんなに反体制派が好きなの？あいつらお兄ちゃんを利用してるだけだよ。東ドイツを変えてみせる。嘘よ、できるはずない。そんなのできるはずないじゃない。業者にプログラムを変えてもらったし、大事なものだから。からの一つに。ダメダメ、ヤシャはもう二度と。明るい世界を見た。知らなかった頃にはもう戻れない。待って、一つだけシスターに確認させて。何？あなたが私たちを裏切らない保証は？いい暮らしがしたいだって、自分だってそうだったのに、あの人私たちの命なんて本当に何とも思ってない。あれ見せて、発信機の信号を確認するモニター。そのうち大物を仕留めてやるんだ。元締めのあんたが泣いて喜ぶような大物をね。それまではここにいる。それはお前が決めることじゃねえ。それにあんたたちなら男だけど全然平気だしね。そんなことよりこの賞金首、また賞金上がったんだね。そうね、何にしてもトルエの勝ちだわ、今回ばかりは。うん、勝ち負けを論じる時期さえ過ぎたのかもしれない。エアライフルの威力は圧倒的だわ。剣の時代の終わりなんて言い方はおそぎに失するかしら。怒りはしないわよ。だけどそうだとしても私は。あなた日本語が。そんなことはどうでもいいのよ。伊丹たちがドラゴンとどう戦ったのか、それが知りたいのでしょ。伊丹たちは頑張ってたわ。難民を盾にして安全な場所にいたなんてことは絶対にないわよ。いや、昨日ね、病室に戻ってくれたの。いや参った、集中治療室なんて初めて入ったよ。落ち着かないね、あそこ。恥ずかしいとこを見られちゃったな。だから病院に来るなって言ったのに。魔術の世界は実力はもちろんのこと、家柄がものを言います。所長は魔術師の名門アニムスフィア家の当主、血筋に強いこだわりを持っているのは確かです。実験段階だったレイシフトを実用に移すには多くのマスター適正者が必要でした。何があったか聞いてもいいですか？私は入り口で待っていただけなのでいささか気が引けるのですが、いただき。それよりはまだ早い。いいでしょう、受けてたって。ガーベルト、そうやって何もかも私のためだって嘘をつくのはやめてよ。お城に来たのもユリウスと戦ったのも魔法を使ったのも全部が私のためだっていうの？私はそんなこと一度だってお願いしてない。ねえ覚えてる？私がスバルにお願いしたこと。俺は、私はスバルにレムと一緒に宿で待っててってお願いしたの。恨んでいいよスバル君、私も恨むから。他の誰にもできないでしょ、スバルキュンのこれが望みだよ。だからといって私が喜んでやったと思う？クシ様のための力で、天下に約束した力でこんなこと。一撃をして二撃、二撃目の速さは音速を超えます。
お兄様には自分の左足を切った逃げ決めが見えなかったのです。さあお兄様、喋ってください。10年前私の両親が殺された襲撃事件のことを。東京エリアの中心部にノラガストレアが出るなんてことあり得ると思いますか？そのビー玉に一番会いたい人とつながれるように力を込めたから。いつでも見えるわけじゃない。でもきっとつながってる。あなたの大事な人もあなたを見ているかもしれない。私が思うにレンちゃんはいろいろ抱えてるでしょ。え？リアルでなんかこう鬱屈した感情を抱えているでしょ。だから GGO によく言えば鬱憤晴らしに来た。悪く言えば逃げてきた。なんでわかるのって顔してるけど、簡単にわかるよ。この後に及んでまだ機弁を乱するか。マミカは確かに覚悟を持って私の前から出立した。貴様に和解の打診でもしたのであろう。それがこじれた挙句の強行だ。違う、それはマガネの嘘だ。黙れ。黙ってくれ。二人のキスを見ちゃった時、家族が壊れる心配より嫉妬心が勝ってた。このまま一緒にいたら気持ちが抑えられなくなる。そうなる前に離れなきゃって思ったの。先生、それは。こんなこと夏男君は自分で振ったくせにって思うかもしれないけど。そうか。もちろん彼女とは友好的な関係を築きたいよ。これまでがどうであれ、彼女の持つ情報は我々人類の宝だ。仲良くしたい。ただね、彼女自身は単純でもこの世界の状況は複雑すぎるみたいなんだよね。かつて僕とガウェインを倒したサーヴァント、かつての地上で僕らハーウェイの敵であったもの、トーサカリン、そして地の総体、地の底から這い上がってきた誰でもない誰か。覚えています。本気で言っているのか。絶望の淵に落ちた者の末路を知りながらお前はそれでもなお。あなたにも覚えがあるんですか。絶望に沈むその姿に。ちょレイ、失礼いたしました。え、そんな、狩りをやめたら私たちじゃなくなるやろ。なんで私らをバカにしている奴らのためにそんなことせんといかんの。いやって、私たちはご先祖様に生き方を教えてもらって生きてきたんやから。よそ者に受けた女なんかないよ。あれ以来3年帰ってない。きっと異変に気づいて逃げてるはず。僕本気なんです。本気で女の子になりたいんです。お願いします。あの、実は、うん、僕も過去にメールを送らせてほしいんです。昨日ロト6を外してしまったお詫びをしようと思って、そしたらどれだけのイベントが控えているのに、聖地巡礼でとうとう反対したけどお小遣いまで使い尽くしてしまいました。だからしばらくイベントは中止。っていうかお金がない。実はお年のままで前借りしてるの。どこでバイトなんですか。ウサミーランド。え、バイトを大募集してるんだって。世界の汚れがこの北に集まっているんなら、今倒すことができればこの世界が一気に綺麗になるってことでしょ。これって最高じゃん。届かない理想より目の前の正義じゃなくて、目の前の正義は理想の世界ってことでしょ。やるよ、私に道を選ぶことを教えてくれたのはあなたよ、タロン。ヒカユさんの言う通り、私もどこかで何かを選ばなきゃいけなかった。だから私はあ
なたと戦うことを選ぶ。あ、白見えたの？ビー玉覗いたら向こうに白がいて元気だったの。でも白が見えたのそれ一回なの。ねえアンナ、もう一回白見せて。だってボスメガネ嫌い、ミヤメガネも嫌、青のアジト行きたくない。しないんじゃない、できないだけだ。本当に逃がしたいなら叱るべき時に黙って手を貸せばいい。手の内をベラベラ喋るのは僕らの信用をつかみたいから。これはまさにモロハの剣だね。僕らが発信機を壊して脱走するのが先か、それともシスターがこの物証を掴んで僕らを突き出すのが先か。あの貴族、ナオフミを倒すためだけに魔物の封印を解くだなんて。ええ、外交先から王都へ戻る道中で知り合ったの。これはちょっと、まるで姉妹みたいね。ごめんね、やっぱりヤトさんのことは思い出せない。でも私たちは仲良しなんだね。あ、ねえユキネくん、そのノート私にちょうだい。え、あ、いやでも、なんかそれがあれば忘れちゃってることも思い出せそうな気がする。やはり知っていて泳がせていたか。いずれ票は一本化しなければならない。それが少し早まっただけだ。勝ったところで奴は所詮一族の家畜だ。正気か、一族とはいえバツバミだぞ。確信したよ、お前のような者が頂点では学園も一族も滅ぶ。謙遜するな、お前にはまだ私に隠している力があるはずだ。1年前私がお前をそば好きに指名したのは剣風に似たものを感じたからだ。だが自分の剣術が未熟だったことをこの1年で思い知ったよ。正直に言おう、私はウォロと相対するとすくんでしまうのだ。どれほど修練しても奴の剛剣を受けきれるという確信を。だけどこれは本当に私なの？毎日私を見つめ返す年も取らないこの化け物が。右は、私はお前を許さない。逃げるな右は、右は。1835年の動物虐待防止法で禁止されたが、これには抜け穴があっていじめる側の犬には適用されない。すると何が起こる？心を痛めておいてだ。その村を保養地の名目で確保する。それが今回の旅の目的だ。その傷を治しましょう。それともう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい。おあつらい向きに記憶の穴があったからそこにモジュールを挿入してみたけど横着は良くなかったかしらね。シンセサイズし直すことにしましょう。書店は主の栄光に、大空は見ての技に。昼は言葉を伝え、夜は知識を告げる。我が心は我が内側で熱し、思い続けるほどにもゆる。残された唯一のものをもってかの歩みを守らせたまえ。主よ、この身を委ねます。ボルトも明日からアカデミーなのね。お父さんともアカデミーで仲良くなったのよ。騒動ばかり起こすから問題児扱いされてたの。でも本当はすごくかっこよくてね。ボルト、戦いだけが忍者の仕事じゃないのよ。みんなが無事に暮らせるようにほかげにはやるべきことがたくさんあるの。いいの、私は恥ずかしいとは思ってないから。生きていくためだもの。でもあんたが近寄りたくないのもわかる。汚れ仕事だものね。それにしてもあんたくらいの年でよく私の仕事がわかったね。あなたは使命のために全てを失っても、それで望んだのはどんな世界？あなたがいなくなったら何の意味もないじゃない。好きよ、あなたが。
甘くて美味しいよ。一緒に食べよ。ちゃんと乗れてた。素敵だったよ、ダーリン。ダーリンと食事してただけだよ。パラサイトたちとの接触は控えて。あの子たちにあなたは刺激が強すぎるわ。この中は息が詰まるな。本当はアワヤのことそんなに好きじゃないでしょ。なんで、どうして好きなふりするの。これは賭けだ。私が花火に感じる違和感、思い過ごしだったらもう諦めるから。楽しいことだけじゃなく、辛いこと悲しいこともいっぱいあったもんね。何のために、どこにたどり着くためにあの城に呼ばれたのか確かめたいよね。もちろん行くよ、一緒に。君の行くところならどこにだって。ジューシー唐揚げナンバーワンワン、クリスマス限定お得用サイズだよ。ところで鈴葉は？うん、今ダル君がミッション中なんだよ。ダルが？うん、うまく騙して連れてこれるかな。騙す？先輩、表皮付近ってこんな景色でしたっけ。パンフレットと違う。どうかしました？いや、なんでもない。白血球さんの格好熱そうですね。そっか、恋人のふりとはいえあんまり仲良さそうに見えたから。よかった、私の考えすぎだったんだ。小咲ちゃんこそ好きな人とかいないの？え、私は、私もいるんだ、好きな人。おお、本当はそのチョコその人に渡すつもりだったんだけど、もう諦めたけど。そなたの祖母は魔法の力を使ってはいけないと言っていたというのに、それを私が無理やり戦場に引きずり出してしまった。これがその結果か。ありがとうイゼッタ、そなたにはどれだけ感謝してもどれだけ詫びても足りない。だがきっとここまでだ。昔ああいうところで遊んだような記憶があって。ワインカーブがあるようなうちの出なのか。近所にあったのかな。本当に昔のぼんやりとした記憶。どこかに痛みを抱えている者の方が多分分かってあげられる。傷ついている子供たちの気持ちを。たった一度でこれだけ失うかもしれない。まさに生か死か。さあ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 、駆け狂いましょう。スバル君がエミリア様と口論したってそう聞いていたのに、ごめんなさい。大丈夫ですよねスバル君。スバル君はいつだって鬼がかってるすごい人なんですから。お前たちは姉様から角を奪い、レムから生きる理由を奪っただけじゃ飽き足らず、今この場で死にゆく理由すら奪うのか。所が近ければ被造物特有の雰囲気や気配を感じ取って探り出すこともできるけれど、今は後手に回らざるを得ない。重要なのはこの世界を正常に保つため、矛盾をこれ以上大きくさせないこと。僕は今回のことで確信したんだ。ほっといたらベル君はまた誰かに騙される。それに罪悪感なんて結局。ルトモ、あなたが一緒に背負ってくれるの、このこの人殺しの手をあなたが握ってくれるの。ユキ、キナ、
すぐ、カズ、クラ、カズマ、ごめん、みんな死んじゃった。上層部は95式が汎用性と信頼性に欠けると判断、追加予算は凍結され事実上の打ち切り。やはり主体的な行動あるのみだな。刑事上の存在にすがるなど所詮は無能のやることだ。やばい、楽しい。よしこに行ってみたい。誰もいない島に行ってみたい。辛いことも悲しいこともない島に行ってみたい。その島で私は登りたい時に木に登り、泳ぎたい時に海で泳ぎ、眠りたい時に眠る。そうだな、私も小さな戦は見たことがあるが、これほどの規模は初めてだ。スレイの言いたいことは分かった。すまないな、気を使わせてしまって。分かった、ありがとうスレイ。言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命を7割まで奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたらその手を切り落とします。ついてきなさい、上級修剣士ユージオ、上級修剣士キリト。そなたらを近畿上皇帝職の咎により捕縛連行し、審問の後処刑します。修。はい。私が目を見てると思う？私は修の眉と眉の間を見てる。相手が見られたと思うことが重要だってガイが言ってた。なかなか面白いメンバーが揃ったようね、ナックラビー。団長さんはリーダーなんですから、しっかりまとめてくださいね。よーし、頑張ろう。ねえねえ、こういうラッキーエロス的なサービスしたら男性アーサーたちのハートをわしづかみできるかな。私はいつも通りでいい。いつも通りがいい。司と一緒にいられるだけで特別なので、今だって私すごくドキドキして胸が張り裂けそう。あなたの言う通りです、エデルリッツォ。バースに連絡を取ることはできますか？はい、しかし皇帝陛下は。もう手段を選んでいる場合ではありません。クランカイン伯爵、あなたの力を貸してください。ハドリアクスの謁見の間を使います。